武田信玄、武田晴信は、戦国時代の武将、海の守護大名、戦国大名、海、源氏の着流にあたる海武田屋第19代当主、意味川晴信、通称は太郎。信玄とは、法名で、正式には、徳坂屋兼信玄。1915年11月10日に、13名を送られる。海の守護を務めた海、源氏武田屋第18代。 武田信虎の着難。先代、信虎期に武田氏は守護大名から戦国大名化して国内統一を達成し、信玄も体制を継承して隣国、信濃に侵攻する。その過程で、越後国の上杉謙信と五次に渡ると言われる川中島の戦いで抗争しつつ、信濃をほぼ両国化し、海の本国に加え信濃、駿が西上の及び東東海。 三河、三野、飛田などの一部を領した。時代の活用立気にかけて、両国をさらに拡大する基盤を築いたものの、正常作戦の途上に三河で病を発し、信濃への期間中に病没した。大英元年11月3日、海の国主後武田信虎の着長子として生まれる。母は西郷入の有力国人大石の娘、大井夫人。海の国では、 植杉全州の乱を契機に春後武田氏の権威が失墜し、有力国衆が台頭していたが、信玄の曽祖,祖父にあたる武田信正紀には守護代、後部氏を排斥するなど、国衆勢力を復従させて、国内統一が進む。信正紀から、父の信直樹には、武田総家の内向に新たに台頭した有力国衆、対外勢力の争いが関係しがいは再び、 乱国状態となるが、信虎は、回答一を達成し、永正16年には、甲府の筒がさき間を本拠とした、城下町を開府、家臣団組織が整備され、戦国大名として、武田氏の地位が確立されていた。石水寺にある、信玄公産ぶの井戸信玄の出生は信虎による、回答一の達成期にあたり、生誕地は、筒がさき間に付属した城として知られる。 洋外山城である。信虎は、駿河国今川氏を後ろ盾とした甲府盆紀西部の有力国衆大石と対決していたが、大英元年10月には、今川家臣、福島正重率いる軍勢が甲府に迫り、信虎は甲府近郊の飯田川原合戦において、福島勢を撃退している。この際、すでに解任していた大井夫人は、詰城である洋外山へ知いていたと言われ、 信玄は、妖怪や真っ白において出生したという。妖明和太郎。森役は不明だが、紅葉軍艦では、不代化神、板垣信方が森役であった可能性を示している。土屋正次の父、金丸畜前神も森役であったと伝わる。武田氏の着難となる。編集大英三年、兄の武松が七歳で溶接したため、着難となる。大英五年、父、 信虎とと大井夫人との間に弟、二郎が生まれる。紅葉軍艦によれば、父の長愛は二郎に移り、太郎を徐々に疎むようになったという。信虎後期には、駿河今川氏との和睦が成立し、関東地方において、相模国の信仰大名である古法城氏と敵対していた大木谷上杉氏と結び、両国が接する海鶴軍において北条方との交渉を続けていた。 天文二年、大木谷上杉家当主で、武蔵国に川越城主である、上杉智も大の娘、上杉の方が春信の,の性質として迎えられた。これは、政略結婚であるが、春信との仲は良かったと伝えられている。しかし、天文三年に、出産の折、南山で、上杉の方も子も死去している。原服、編集天文五年三月、太郎は原服して、 室町幕府第十二代将軍、足利義春から、晴れの変化を賜り、なお、晴信と改める。官位は、十五位下、大前大部に、除衣、任官される。元服後に形出として、左大臣、三条、金よりの娘である三条夫人を迎えている。この年には、駿河で、今川宇治が死去し、花僧の乱を経て、今川義元が家督を継いで、 武田氏とは僕しており、この婚姻は、京都の公家と、緊密な今川氏の圧線であったとされている。紅葉軍艦では、腰入れの記事も見られ、春信の元服と、かにも今川氏の圧線があり、直詞は三条金よりとしているが、家督相続後の吉本と信虎の同盟関係が、不明瞭である、時期的問題から喫死もされている。初陣、編集信虎は、 諏訪市や村上白品の豪族と同盟し、品の国策軍進行を進めているが、武家の威人は元服直後に行われていることが多く、紅葉軍艦によれば、春信の威人は、天文五年11月、作軍生みの口上主平加減新攻めであるとしている。紅葉軍艦に記される春信が城を一世にして、落城させたという伝承は疑問視されているものの、 時期的にはこの頃であると考えられている。武田信虎の改通法、編集春信は、信虎の信濃信仰に従軍し、天文十年の雲の平の戦いにも参加しているが、高城再起によれば、甲府へ帰陣した同年6月には、春信や、重心の板垣信方やあまり虎安、お武虎正らによる信虎の駿河追放が行われ、春信は、武田家の 第十九代目の家督を相続する。戦国時代の更新とその周辺拡大、信虎家の武田氏は敵対している勢力は、相模後北条氏のみで、駿河国今川氏、上野国山内上杉氏、大木谷上杉氏、信の諏訪氏と同盟関係を持ち、信虎末期には、品の作軍、小さ型軍への出兵を行っていた。春信は家督を相続すると、 信虎路線からの変更を行い、シナの諏訪領営の進行を行う。諏訪平定、編集天文11年3月、瀬沢の戦いがあった。天文11年6月、武田晴信は、諏訪市所有である稲の高藤来次と共に、諏訪領営の進行を開始し、桑原城の戦いで、諏訪市は和睦を申し入れ、諏訪よ重主を甲府へ連行して、自害に追い込み、 諏訪領を制圧している。天文11年9月25日、武田信玄軍と高藤雷継軍が、信濃国宮川で戦った。武田司法はこれを撃破して、諏訪を掌握する。伊那平定、編集武田方はさらに天文12年には、信濃国長久保城主である、大井貞隆を攻めて、自害に追い込んだ。天文14年4月、神稲軍の高藤城に侵攻して、 高藤来継を滅ぼし、続いて6月には、副与城主である藤沢頼近を追放した。父、武田信虎時代は対立していた御法上氏とは、天文13年には牧師、その後も天文14年の今川氏と御法上氏の対立を仲裁して、両家に大きな貸しを作った。それによって正方に安堵を得た、法上氏康は、 川越城の戦いで対勝し、そうした動きが、後年の交渉、春三国同盟へと繋がっていく。村上の力夫との戦い、編集詳細は、上田原の戦いを、参照詳細は、塩尻峠の戦いを参照今川、北条との関係が安定したことで、武田方は、品濃信仰を本格化させ、品濃守護、小笠原長時、小さ型領主、 村上の力よらと敵対する。天文16年には、関東官僚勢に支援された、滋賀城の笠原清志茂を攻め、同年8月6日のお代言の戦いで、武田軍は、上杉、笠原連合軍に対象する。また、両国支配においても同年には、文国法である公衆法との次第を定めている。天文17年2月、春信は、 北進地方に勢力を誇る桂尾城主、村上の力と上田原で激突する。上田原の戦いにおいて、武田主方は村上の力方に敗れ、宿老の板垣信方、あまり虎やすらを、はじめ多くの将兵を失い、春の部自身も傷を負い甲府の湯村温泉で30日間の杜氏をしたという。この機に乗じて、同年四月、小笠原長時が諏訪に進行してくるが、 春信は7月の塩尻峠の戦いで、小笠原長時軍を撃破した。中心地方平定、編集天文19年7月、春信は、中心地方に侵攻する。これに対して、西名聖能は、武田方に内通し、小笠原長時にはすでに抵抗する力はなく、林城を放棄して、村上の力世の下へ逃走した。こうして、中心地方は、 武田の支配下に落ちた。問石崩れ、編集天文19年9月、村上の力の史上である問石城を攻める。しかし、この戦いで武田軍は後世に問石崩れと伝えられる大敗を起死した。天文20年4月、真田幸隆の調略で問石城が落城すると、武田氏軍は次第に優勢となった。天文21年8月、 武田晴信軍は3000人の兵で、西名市所流、小岩森地下が500人で守る小岩岩きを攻略した。村上の力が越後に、編集天文22年4月、村上の力は、桂ツ城を放棄して、越後国主の長尾景虎の下へ逃れた。こうして、東信地方も、武田家の支配下に入り、晴信は、北信地方を除き、信濃を、ほぼ平定した。 詳細は、川中島の戦いを、三章第四次川中島の戦い川中島の、戦い拡大第一次川中島の戦い、編集天文22年4月、村上の清や北信王族の要請を受けた長岡影虎は、本格的な品の出兵を開始し、以来、全校寺平の主導権をめぐる、公越対決の端緒となる。武田信玄は、 村上の力与のカツ城を落とす。この後、武田軍は五月のサラシナ八幡の戦いにて、村上の力与に敗れカツ城を奪還される。九月、武田信玄は、炎田城を落とす。武田信玄の戦法は九月の伏せの戦いにて、撃破された。上杉謙信は、信濃領内に侵攻し、荒戸城、国造山次郎を落とし、青谷城と狩谷玄城を攻めたが、 武田春信は決戦を避けた。その後は影虎も軍を積極的に動かすことなく、両軍共に撤退した。同年8月には影虎の支援を受けて、大井信弘が謀反を起こすが、春信はこれを直ちに鎮圧した。交渉、春三国同盟、編集詳細は交渉、春三国同盟を参照詳細は交渉同盟を参照、武田春信は 品濃進出に際して、和睦が成立した後も、軍事的な緊張が続いていた、駿河の今川氏と相模の北条氏の関係改善を、進めており、天文23年には、着難、武田義信の性質に、今川義元の娘、峰はついを迎え、木の絵旬同盟を強化する。また、娘を、北条氏康の着難、北条氏政に突がせ交渉同盟を結ぶ。 今川氏と北条氏も信玄及び、今川家の大元節祭が仲介して、婚姻を結び、交渉、春三国同盟が成立する。交渉、春三国同盟同盟のうち、北関東において影虎と交渉していた北条氏との交渉同盟は、長岡影虎を共通の敵として相互に出兵し、軍事同盟として、特に有効に機能した。南新地方平定、東南地方平定、 編集展も23年、作軍や稲軍、基礎軍に残されていた半武田勢力を完全に鎮圧して南進地方を安定化させた。これと同時期に、三河、美濃、品野の国境地帯に勢力を持つ東農地方の岩村東山市、苗木、東山市の両東山市も信玄に侵入してきたために、美濃を支配する斉藤道蔵、 吉達不死とも緊張関係を生じさせることになった。第二次川中島の戦い、編集天文24年、武田信玄法の善光寺別島、栗田長都がが旭山城にこもる。これに対し、上杉謙信は、裾花川を挟んで海岸に、桂山城を築城。天文24年に、川中島において200日余り、今川義元の仲介で和睦。 両軍は撤兵。和牧条件に武田方の朝日山城破祭があり、破祭された。工事2年、上杉市の大熊朝日では、武田信玄方となり、合図の足名森氏と共に、越後に侵攻するが撃退された。第3次川中島の戦い、編集工事3年2月15日、武田信玄は、桂山城を超略で落とした。工事三年に行われ、 上野原の戦いとも言う。武田春信の北進への勢力慎重に反撃すべく、長尾影虎は出陣するが、春信は決戦を避け、決着はつかなかった。工事3連には、室町幕府将軍、足利義輝による、光越和睦のおうち書きが下される。これを受諾した影虎に対し、春信は受託の条件に、品の守護職を要求し、品の守護に不任されている。 一連の戦闘の結果、北進地方の武田氏勢力は拡大した。A62 年3月、長尾市の有力な名優であった高梨氏は、本拠地の高梨氏官を落とされ、飯山城に交代した。長尾影虎は残る長尾方の北進国衆への支配を強化して、実質的な過信化を進めることになった。A6 の飢饉、編集 A62 年、A6 の飢饉が発生。 海の国が大規模な水害に襲われる。出家、編集英六2年2月、第三次川中島の戦いの後に出家した。海の国史によれば、春信部は、長禅寺住職の木秀元博を同志に出家し、徳坂江県兼信玄と合したという。文書上では、翌年に、品の作軍の松原神社に奉納しているが暗門が、信玄の所見資料となっている。出家の背景には、 信濃をほぼ平定した時期であることや、信濃守死後に赴任されたことが契機であると考えられているほか、永禄2年に相模が北条氏で、永禄の大飢饉を背景に、当主宇治安が家督を着難宇治政に譲り、特性を行っていることから、同じく飢金が蔓延していた武田両国でも、代替わりに近い演出を行う手段として、春信の,の出家が行われた可能性が考えられている。 信玄の功のうち、玄の字は、晴れと同義であるとする説や、臨在修行神事派の解散である関山英玄の一字を授かったとする説、当代の総臨在義元から一字を取ったとする説などがある。武田信玄、上杉謙信一騎打ち像長野市八幡、原始石公園第四次川中島の戦い、編集信玄は、北信信仰を続けていた。上杉謙信の上落により、 大きな大戦にはならなかったが、上杉謙信は、武田氏の介入した、越中の内乱で消耗する。A64 年4月、上杉謙信が、古宝城氏の小田原城の戦いにて、小田原城を包囲する。この間に、武田信玄は、死なのに、海津城を築城。割が岩木を攻め落とした。参謀の原虎種が負傷。代わって、山本勘助が参謀になる。 武田信玄は、交渉同盟の御北条氏の要請に応じて、信濃に出兵。これを受けて、上杉謙信が、川中島の善光寺に出兵した。A64 年8月、第4次川中島の戦いは一連の対決の中で、最大規模の合戦となる。武田方は、信玄の実定である、武田軍副将、武田信竹をはじめ、武田家重信、諸住虎佐だ。 足軽大将の山本勘助、西江草守るなおら有力家臣を失い、信玄自身までも負傷したという。第四次川中島合戦で、品の進行は一段落し、武田信玄は、西上の進行をさらに進めた。第五次川中島の戦い、編集 A67 年に、武田信玄の飛騨国侵入を防ぐために、上杉テルトラは、川中島に出陣したが、武田信玄は、 決戦を避けて、塩崎城に布陣するのみで、睨み合いで終わった。詳細は、西上の信仰を参照工事3年より、川中島の戦いと、並行して信玄は、西上の信仰を開始したものの、三内上杉家の長野成政が前線したため、当初は、はかばかしい結果は得られなかった。しかし、成政が a 禄4年に死去すると、武田軍は後を継いだ、長野成森を激しく攻め、 A69 年9月には、美濃和城を落とし、上野西部を両国化した。これにより美濃和城は、大五北条氏の最前線となる。元気2年12月交渉同盟が回復すると、五北条氏との争いが止まった。交渉同盟は天正7年3月まで続いた。A67 年には、武田信玄が、江間時森を、上杉謙信が、三木氏、江間明世を支援して介入した。 A67 年6月、信玄は、家臣の山形正影、天利正中を飛騨へ派遣し、これにより三岸、江間明星は劣勢となり、武田司方と通じる。A67 年8月、上杉テルトラは、信玄の飛騨国侵入を防ぐため、川中島に出陣した。信玄は、長野盆地南端の塩崎城まで進出するが、決戦は避け、2ヶ月にわたり退陣する。 10月になって、両軍は撤退して終わった。日田戦法集に、江間明生が記載されている。詳細は、越中の戦国時代を参照英六年間に入ると、椎名安種は、越後の上杉謙信の重廷、長尾刑事家を養子に迎えた。神保朝食は、海の国の武田信玄と同盟を結んで対抗した。また、武田信玄は、石山本願寺の権女と、 遠赤関係にあったことから越中一向一揆も人母朝食に味方する。このため、越中の内乱は、武田司法の人母朝食と上杉司法の椎名、安種による、いわゆる武田、上杉の代理戦争という形となった。A61 年7月、椎名安種は武田氏の調略に応じ、上杉氏を離反した。越中先方集に椎名安種が組み込まれる。 A63 年5月には、桶狭間の戦いにおいて、駿河の今川義元が、尾張国の織田信長に敗し、当主が今川氏真に交代したものの、今川両国では、三河で松平元康が独立するなど動揺が見られた。信玄は義元内寺にの後に今川との同盟維持を確認しているが、この頃には両国を接する身において物信長が、 斎藤氏の内向に介入して構想しており、信長は斎藤氏との対抗上、武田との関係改善を模索、信玄も起訴、東農地域における両勢力の対立を避けたかった。こうした経緯から諏訪勝頼性質に、信長養女が迎えられている。川中島合戦、桶狭間合戦を契機とした対外情勢の変化に伴い、武田と今川の同盟関係には緊張が生じた。 交渉同盟の破綻。編集 A60 年。今川家の交渉への使用止めが行われ。交渉。春三国同盟破綻。A60 年10月。武田家において、親今川派とされる嫡男吉信が廃着される。事件が発生している。駿河信仰の開始。編集 A61 年12月には、東東海での今川領分割を約束した、三河の徳川家康と共同で、 鶴河進行を開始し、殺水産で今川軍を破り、今川間を一時占拠する、江尻城を築城。信玄は鶴河進行に際して、相模北条宇治安にも協調を持ちかけていたが、宇治安は今川支給援のため出兵して、永六十一年交渉同盟は解消された。北条氏は、越後上杉氏との越相同盟を結び、武田両国への圧力を加えた。 さらに、徳川氏とは、東東海領友をめぐり対立し、永六十二年五月に、徳川家康は、今川氏と和睦し、徳川家康は、駿河信仰から離脱した。公越はよ、編集この間、織田信長は、足利義明を報じて上落していた。信玄は、信長と室町幕府についた、足利義明を通じて、越後上杉氏との和睦を試み、 A612 年8月には、上杉氏との和睦が成立した。さらに信玄は、越総同盟に対抗するため、日立国佐竹氏や、下佐国柳田氏など来た、東関東の反北上勢力との同盟を結んで、五方上両国へ圧力を加え、A612 年10月には、小田原城を一時包囲。撤退の際に、三瀬峠の戦いで、北上勢を撃退した。こうした、 対応策から、永六十二年年末には信玄が再び、駿河信仰を行い、寸府を掌握した。また、永六年間に、下野家宇都宮氏の家臣益子招集と信仰を深めていた。招集が信玄による西上の信仰に交応して、出兵し、軍港を挙げると信玄は招集に感情を送っている。詳細は、駿河信仰を参照詳細は、 三瀬峠の戦いを参照 A61 年9月、将軍、足利義明を報じて、織田信長が上洛を果たした。ところが信長と義明はやがて対立し、義明は信長を滅ぼすべく、信玄や、その他の大名に、信長討伐のおうち書きを発送する。A62 年6月、大宮城を攻め、降伏させる。A62 年10月、 薄い峠方面から信玄による小田原城進行。撤退の際に、三瀬峠の戦いが発生。この結果、後北城家は、北条氏針率いる神原城に援軍を回せなくなり、神原城落城。元気元年1月、武田勝頼らが花沢城を攻め落とし、清水城を築城。この結果、海に面した地域を手に入れたので、武田水軍を編成。 徳一式城を攻め落とす。元気元年8月、駿河に攻め入り、武田信玄は、木瀬川に本人を置き、軍勢を分けて、韮山城を攻略、攻め落とせず。元気元年12月、武田司方の秋山虎重は、徳川氏を攻めるが、小田や徳川家連合軍が、小田湖合戦にて、秋山虎重を破った。元気2年2月、 信玄も、信長の勢力拡大を危惧したため、信長の名優である、徳川家康を撃つべく、大規模な東東み、三河侵攻を行う。信玄は、同年5月までに、小山城、飛鳥城、田峰城、野田城、二連木城を落としたが、信玄が血を吐いたため会に帰還した。詳細は、尻水坂の戦いを参照元気2年、元気3年5月。 権女より総大将に任命された杉浦玄人率いる加賀一行一揆が上杉謙信に対して挙兵した。この一揆にて上杉謙信は元気4年を8月までたびたび越中に出兵する必要になった。詳細は交渉同盟を参照元気2年10月3日、かねてより病に伏していた北条氏康が小田原で死去。後を継いだ着難の北条氏政は再び 武田とは僕世与との暴風の遺言に従い、謙信との同盟を破棄して弟の北上し、ただし北上氏則を人質として会に差し出し、12月27日には信玄と交渉同盟を回復するに至った。この時点で武田家の領土は会一国のほか、信濃、駿河、上野西部、東東美、三河、日田、越中の一部にまで及び、 国高はおよそ120万国に達している。詳細は、正常作戦を参照織田家との同盟関係。編集終わりの織田信長とは、英六年間から両国を接し、外交関係が始まっており、英六8年には、東美濃の国州である、東山直角の娘を信長が養女として、武田家の生死である、武田勝頼に嫁がせることで、友好的関係を結んだ。 その幼女は男児を出産した直後に死去したが、続いて、信長の嫡男である、織田信長と信玄の娘である松姫の婚約が成立している。織田氏の同盟国である徳川氏とは、三河、東東美をめぐり対立を続けていたが、武田と織田は友好的関係で推移している。織田家との同盟の破綻、編集元気2年の織田信長による、比叡山焼き討ちの際、 信玄は信長を天馬の変化と非難し、比叡山延暦寺を会に移して再興させようと、図った。天台座数の里都市女法神皇も会へ亡命して、仏法の再興を信玄に懇願した。信玄は里都市女を保護し、里都市女の計らいにより剣奏状という行為の総意を、元気三年に与えられた。また、元気二年には、交渉同盟が回復している。とうとう海信仰。 編集元気3年10月3日、信玄は将軍、足利義明の信長討伐令の呼びかけに応じる形で交付を進発した。武田勢は諏訪から稲群を経て、遠藤海に向かい、山形正影と秋山虎重の死体は徳川市の三河へ向かい、信玄本隊は馬場信春と青崩れ峠から遠藤海に攻め入った。武田信玄率いる本隊は、 信長と交戦中であった、浅井長政、朝倉義景らに、信長への対抗を要請し、10月13日に、徳川氏の諸城を1日で落とし進軍した。仏坂の戦い、編集、山形正景の死体は、柿の元の城、伊平次郎を落として信玄本隊と合流した。秋山虎重の死体は、11月に信長のおばの、 おつやの方が治める東美野の幼少岩村城が、秋山虎重に、包囲されて軍門に下った。一言坂の戦い、編集詳細は、一言坂の戦いを参照。これに、対して、信長は、信玄と気絶するが、浅井長政、浅倉義景、石山本願寺の一向衆となどと対峙していたため、家康に、佐久間信盛、平手広秀らと三千の兵を送る程度に止まった。 家康は10月14日、武田軍と遠海一言坂において戦い、敗退している。二股城の戦い、編集詳細は、二股城の戦いを参照元気3年12月19日、遠海の要所である二股城を陥落させた。三方ヶ原の戦い、編集詳細は、三方ヶ原の戦いを参照三方ヶ原の戦い劣勢に追い込まれた、徳川家康は、 浜松城に、牢城の構えを見せたが、浜松城を行為せず、成城する、武田軍の動きを見て出陣した。しかし、とうとうみ味方が原において、12月22日に、信玄と決戦し敗退している。しかし、ここで、名優、浅井長政の援軍として、北大江に参陣していた、浅倉義景の撤退を知る。 信玄は吉シに文章を送りつけ再度の出兵を求めたものの、朝倉吉シはその後も動こうとしなかった。信玄の最後を描いた月岡義年の作。言葉書きでは、虫の音を聞かんとす、とある。野田城の戦い。編集詳細は、野田城の戦いを参照。武田信玄は、軍勢の動きを止め浜中北岸の行部において越年したが、 元気4年1月には三河に進攻し、2月10日には野田城を落とした。3月6日岩村城に秋山虎重を入れた。甲府志願久保町の武田信玄公募所、甲州市営林寺の武田信玄公募所信玄は野田城を落とした直後から、たびたび滑血を呈するなど持病があった。このため、信玄は長篠城において療養していたが、近所。 一門州の合議にて4月初旬にはついに会に撤退することとなる。元気4年4月12日、軍を会に引き返す三河街道場で死去する。去年53、臨重の地点は小山田信繁屋で、温宿堅物所上移しによれば、三州街道場の品の国駒場であるとされているが、波合や根場とする説もある。海名は、保守院機産信玄。は、 山梨県甲州市のエリンジ。自生の区は、大抵は地に任せて肌骨よし興奮を塗らず自ら、風流。遺言、編集、公用軍艦によれば、信玄は遺言で、自身の死を3年の間は否得し、意外を、諏訪湖に沈めることや、勝頼に対しては、信勝継承までの貢献として努め、越後の上杉謙信を頼ることを言い残し、 重心の山形正影や馬場信春、内藤正秀らに工事を託し、山形に対しては、源子郎を、明日は、瀬田に旗を立てよと言い残したという。信玄の遺言については、意外を、諏訪湖に沈めることなど事実でないことが含まれているが、三年一区や、勝頼が、嫡男、信勝の貢献となっている、可能性も指摘され、文書上から確認される事跡もある。 信玄の死後に家督を相続した勝よりは遺言を守り、信玄の葬儀を行わずに死を否得している。駒場の長学寺や甲府岩久保の前塚を信玄の仮葬地とする伝承があり、甲府の遠光院では安永8年に甲府大館により発掘が行われて、信玄の戒名と年月の名分がある筆が発見されたという記録がある。このことから死の直後に仮装して、 意外を保管していたということも考えられている。武田信玄の法要、編集天正3年3月6日には、山形正影が死者となり、高野山政権院に日配が建立される。同年5月21日に、武田勝よりは、長篠の戦いにおいて、織田、徳川連合軍に大敗した。天正3年4月12日、荒葉軍監視な51によると、 エリンジにおいて、武田勝頼による、神玄三周期の仏事が行われている。この時、エリンジ住職の海戦将期が大同士を務め、葬儀が行われたという。天正四年四月十六日には勝頼によりエリンジで、神玄の、江戸時代には、漢文十二年に、エリンジにおいて百回期の法要が行われている。法営二年四月十日には、エリンジにおいて、甲府藩主。 柳沢義康による133回忌の法要が行われている。柳沢義康は将軍、徳川綱吉の側用人で法営元年に甲府藩主となった。柳沢義康は信玄を崇拝し、柳沢死刑図において武田氏に連なる一族であることを強調し、133回忌法要では伝信玄配当の立ち命来国長を奉納し、 自らが信玄の後継者であることを強調している。川中島百優勝戦のうち、目進む武田春信入道信玄武田大前大部、春信入道信玄月岡義都氏が、武田信玄の発行した文書は、信玄の顔による文書が約600点、陰版を使用したものが約750点、写しのため初半不詳が100点。 家臣が関与したものが50点の合計約1500点ほどが確認されている。そのうち、信玄自筆書上は50点前後確認できるが、20点ほどは神社宛ての願文である。詩的な文書は皆無で、人物像、教養について伺える、資料、研究は少ないものの、昭和初年には、渡辺義介、武田信玄の経輪と、収容において若干論じられている。 教養面について、信玄は景から公家を招いて、歯科界、連歌会を行っており、信玄自身も数多くの歌や漢詩を残している。信玄の鹿は、ため和衆、心玉、映像、更新機構の歌などに収録され、エリンジ住職の海鮮正記や、遠行院住職の節三景により優れたものとして、賞賛されている。また、漢詩は、京都大徳寺の総タスク取材により、 武田信玄師らとして編纂している。また、信玄は、実施、吉信の敗着や、婚姻同盟の崩壊による子女の受難などを、招いている一方で、娘の安産や、病気併与を祈願した願門を奉納しているなど、親としての一面が垣間見える事実もあることから、国主としての複雑な立場を指摘する意見もある。公用軍艦において信玄は、名君、名将として描かれ、 中国三国時代における諸の諸葛孔明の人物像に家宅されており、公用軍艦においてはいずれも広大の家宅と考えられているが、軍学や人生訓に関する数々の名言が記されている。武田信玄の統治初期は中央集権的な制度でなく合議制であった。このため在地領主の領地に対しては直接指示を下せなかった。 おはただてむごしらぬあれという言葉は合議制の議長である武田家当主の決定であるという意味に使われることが多い。武田信玄の統治は領地の拡大や地行性の浸透に伴い合議制から中央集権な統治に変遷が見られる。武田24章詳細は武田信玄の家臣団を推す参照武田家臣団を 制度的に分類することは研究者の間でも意外と難しいとされる。竹だけが守護から戦国大名になったという経緯から中世的な部分が残る一方、時代に合わせて改変していった制度もあり、部分部分で鎌倉時代室町時代前期の影響と室町後期の時代の影響の両方がやや混然と存在しているためである。過信団を大きく分けると以下のように分けられる。 五一門衆、編集、信玄の兄弟、親族らが中心、甲州武田保守商院信玄公未予想人数時、紅葉軍艦牧八では12名を記載している。故称は五一門衆であることが指摘され、甲いの国史では親族衆とし、国主の兄弟から出て、一家を建てたものとされる。このため今池、一条家など、別姓もあり得る。また、 基礎士のような婚姻関係の結果親族衆に含まれる場合も含まれる。不代過労集、編集基本的には会一国当時から武田家に仕えていた家を中心とした過信団、合議の場に列する資格を意味する価格であったと考えられており、軍事面、両国支配において重視された。文書においては過労、宿労の用語が見られるが、多くは用いられていない。 総人数には、親族衆の次に配置され、馬場信春、内藤正秀、山形正影、高坂正信、小山田信主家、甘利信忠、栗原千冬、今福智雄、土屋正継、秋山虎主原正種、小山田虎光、後部勝助、浅利信種、ね、小舞正直、小宮山正とも、後部正る中の十七名を挙げている。 ただしこれらの普代画廊は同時に存在したわけではなかったと見られている。特徴として、まず一族普代の氏族と一族普代でない氏族に区分される。一族普代では、馬場、内藤、山形、あまり、栗原、今福、土屋、秋山、あさり、小舞、一族普代でない氏族は、軍内、小山田、石田小山田、後部、春すが、原、小宮山がいる。また、 多くは、普代画廊の羊であるが、着難ではなく、次男以下の羊を持つ点も、特徴とされる。ただし、今福上関西、佐江正貞、小山田の武士など一部の例外は見られる。武田家の普代画老衆は時代によって、謀反や粛清、戦士などにより入れ替わりが存在し、小一門衆と同様に、信虎までに登用されたグループと、信玄が、 新たに登用されたグループに区分される。信政から、信奈は、信虎の時代に、側近、武行として、当主を支えた楠木浦、河村、工藤、秋山、小田切、曽根、小舞、板垣などの氏族がいるが、穂河村、工藤、秋山の四氏は、当主の取り次ぎを務めていた。信玄の代になるとまず、く木浦、河村が消え、続いて、工藤、秋山、 小田切も姿を消し、後に、不だいがの地位を離れて奉行集として登場する。対して、ソネ、板垣、小前は信虎から、信玄初期にかけて徴用されている。信玄は、信虎の代の,大の不だいがのうち、あまり、軍内、小山田、栗原、小前、原、小宮山氏を徴用しているが、信玄の代には数字にわたる、不だいがの粛清も行われている。信玄は新たに、 山田、内藤、春すが、ばば、土屋、石田を山田、跡部、秋山、今福などを登用し、山形正影、内藤正秀らが活動を始める、工事、A6 年間には、総人代に記載される人名に至る。信玄が登用した、不代画廊の多くは、甲斐の州で、身分が低く、百姓出身の春すが取らずななど、多様な出自の人物を含む。あ部氏は、 死なのに羊を持つ氏族であるが、海舟として扱われていたと考えられており、他国から来た家臣は、普代画廊から排斥されていた。逆に公州に領地を持っていながら、普代と扱われていない例もある。4. その他の項を参照。公用軍官によれば、武田家の普代画廊は古称奥近寿から、お使い番を経て侍大将、上代となり、最終的に、 ふだいがろうに取り立てられたという。武田氏が信玄の第二両国を拡大すると、ふだいがろうは各地の拠点城郭に配置され、城代として領域支配を担った。武田家の城代としては、品濃国海津城のカスガトラズ品野国牧師登場の馬場信春、品濃国内山城の小山田虎光、上野国美野和城の内藤正秀、上野国松井画城の宮山小高、 美ノ国岩村城の秋山虎重、駿河国江尻城の山形正影、駿河国深沢城の駒井正直、駿河国久の城の今福城関西らがいる。武田家の城代は、五一門州と異なり領域支配を担っていた点が特徴であると指摘される。城代はより親より個性により、他国州を愛想なえ州として編成した。 不代化老衆の中で、小山田信繁は、軍内領を有する国衆であり、得意な立場にいたことが指摘される。広大に称された、武田二十四章には、不代化老の家臣が多く含まれる。戸様家臣団、編集同時代には、戸様という表現は使われていないが、現代では便宜的にこのように言われる。一お呼び二に含まれない、家臣団。当時は、諏訪衆。 上野州といった地域名、あるいは真田州といった領主名で呼ばれていた。武田の水軍である海賊州もここに含まれる。その他の行き武士団、編集、無川州のように、海国内に存在した集団でありながら、親族とも不代とも判別しがたいのみならず、武田氏に服属していたのか、同盟関係に近かったのかの判断が困難なグループがある。多くは、 中世の本家分家的な関係を基礎としており、一定地域での独自色の強い集団であった。これらの集団と武田氏との関係の研究は、現在も続けられている。武田水軍、編集詳細は、武田水軍を参照 A611 年に、間宮武兵、間宮信高オ小浜影隆、向井正綱、伊丹康砂を、土屋貞綱などを登用して、武田水軍を創設している。 武田信玄の軍人意、編集。武田信玄は、軍人意を伴っていたことが、武田信玄神立て図から確認され、信玄の本人の前に、とぎ衆の小笠原慶安と、長坂長官祭と共に保安の薬師本堂と、大輪の薬師外科の医師団部隊が、有事に備えて存在していた。このような部隊は珍しく、他には、毛利元成が挙げられる。武田24章。 編集詳細は、武田24章を参照江戸時代には、紅葉軍艦が流行し、信玄時代の武田家の武将たちの中で特に評価の高い24名の武将を指して、武田24章と言われるようになった。他に武田4天皇も有名である。職生は、行政面と軍政面で分けられる。行政面では、職と呼ばれる役職を頂点にした機関が存在した。ただし、 武田氏は中央集権的な制度ではなかったため、在地領主の領地に対しては直接指示を下せるわけではなかった。特に、穴山、小山田領主の領地は黒人領主と言えるほどの独自性を維持している。信玄の初期は国人による集団指導体制の議長的な役割が強く、事業性による過信団が確立されるのは、知性も後半のことである。 構造的には原則として以下のようになっていたとされる。ただし、任命されていた人物の名が記されていない場合もあり、完全なシステムとして、このように運営されていたわけではないようである。また、領地の拡大や、地業性の浸透に伴い、これらの制度も変遷を行った様子が伺える。行政、軍政とも職のもとに位置し、武田氏の下部組織を務める。 流朱院上奏者はこれらの制度上の地位とは別である。また、占領地の軍隊など、限定的ながら独自裁量権を持つ地位も存在する。なお軍隊という表現そのものも品の攻略時には多く見られるが、駿河進行時にはあまり見られなくなっており、上主や上代がその役目を行うようになった。武田の行政機構が、領地の拡大に合わせて変化していった一例であろう。 より親より子性、編集軍事制度としては、より親より子性であったことがはっきりしている。基本的には、武田氏に直属するより親と、より親に付随するより子の関係である。ただし、武田関連資料ではこのより子に関して、同心衆という表現をされる場所があるため、直信賠申請と誤解されることも多く、注意が必要である。また、地域武士団は、 血縁関係によって結びついた公衆うちに存続する独自集団であり、指揮系統的には武田氏直属であったと考えられているが、集団が丸ごと親族衆のもとに同心のように配されている場合もあり、必ずしも一定していない。地域武士団の前者の例は先日の無川衆、校舎の例は小山田氏に配属されていた九十一色衆が挙げられる。 より親とされているのは、親族衆と、不代化診断、とざま化診断の一部。不代化診断でありながら同心である家もあるため、不代化診断が必ずより親のような、大部大使官というわけではない。また、俗に言う武田24章の中にも、同心格である家もあり、知名度とも関係はない。それどころか侍大将とされている人物でも、 より親の下に配されている場合もあり、かなり大きな権限を持っていたと考えられている。全体としては、大きな領地を持っている一族である例が多く、地主的な発言権とは不可分であるようである。また、一方面指揮官のように、領地とは別に大軍を指揮統率する権限を有している場合もある。より子は、制度的には最も数が多くなる。不代化診断。 ト様家カ診断の大部分である。平時には、名主として、領地を有し、居住する地域や、領地の中に、また悲観と記される、直属の部下を持つ。より親一人のもとに、複数のより子が配属され、一軍団を形成する。武田関係の資料では先日したように、同心集と記され、あまり同心集というように責任者名同心の書き方をされる例が多い。 ただしこの名前が記されている人物もより子である、場合もあり、言葉そのものが状況によって使い分けられていたようである。この複雑さを示す例として、信玄の悲観であり、板垣信方の同心を命じられた曲がりぶち地形が挙げられる。信玄の悲観ということは、信玄直属であり、制度面で正確に言えば、より子としては扱われないはずであるが、信方の同心である以上は、 より子として扱われている。信玄の悲観である以上、治療は信玄から与えられる一方、活戦時の指示は信方から与えられる、ということになる。この例の曲がり口は、他者の同心であるが、信玄直属の同心と言える、立場の人物ももちろん存在していた。もっとも現代のように一時一句にこだわった表現が、当時されていたかどうかは、判断が難しい。軍役長などの場合、 悲観し、同心詩であれば、震源直属の悲観、し同心詩でれば、誰かの、また悲観と、前後の書かれ方で意味が通じるからである。現代発行される書籍などで、単語だけ取り出すことによって混乱が助長されている。面は否定できない。また、中尾の号軍役衆名前帳には同じ里から、出生する人物が、複数の寄り親に配属されている場合があり、 複数の里に領地を持っている人物が、より子同心が存在するなど、一概に一地方イコール一人物の指揮下と断定することもできない。これも、また制度研究を困難にさせている要因の一つである。なお、裁判面では、より親より子性が基幹となっており、公衆ハッの次第ではないように関わらずより子はまず、より親に訴え出ることが規定されている。 より親が対処できない場合のみ信玄の下に持ち込まれることになっていた。これは一方で、平能未分離の少佐とも言える。信玄は、家臣との間の些細な異世や吉信事件など、家中の動揺を招く事件に際しては、忠誠を誓わせる、希少文を提出させており、神仏に誓うことで家臣との中退が保たれていた。また、信玄が長愛する、 手動相手の春日ガゲンスケに対して、浮気の弁明を記す手紙や聖師、武田晴信聖師、共に、東京大学資料編参書書像が現存しており、家臣との交友関係などを示す資料となっている。武田信玄の編記、編集、武田信玄に関して、特徴的なことは、家臣に対する返記として、蝶の字が用いられた例が多いことである。武田氏の通詞である。 真の授与は、重心の着難に限られ、それ以外の家臣には父、信虎は、虎、子、勝よりは、勝の字を授けているが、晴信の,の晴れは、将軍からの返記であるために、晴れの字を授けた確実な例はなく、代わりに曽祖父、武田信政に由来する、将の字を代わりに授けたと見られている。例えば、真田氏の場合、雪高の着難には、真の一字を与えて信綱。 次男以下には、小の字を与えて、まさてる、まさゆきなどと名乗らせている。文国法、編集震源包み付近の空中写真。画像右側に、帯状に見える緑地が堤防である。国土交通省国土画像情報をもとに作成。震源期には、ノブトラキから整備されて、家一軒ごとに付加される、胸別所薬が確立し、在地掌握のための検知も行われ。 両国支配の基盤が整えられた。その一環として、天文16年に、公衆八ッ市大という文国法を制定した。治水事業、編集武田市の本拠地である会話、平野部である甲府盆地を有するが、釜梨川、笛吹川の二大河川の氾濫のため利用可能な、高地が少なく、年貢収入に期待ができなかった。このため、新元期には、大名権力により、 治水事業を行い、氾濫源の神殿開発を精力的に実施した。代表的事例として、甲府城下町の整備と並行して行われた、五直市側と鎌梨川の合流地点である竜王では、新言堤と呼ばれる堤防を築き上げ、河川の流れを変えて開墾した。甲州三宝、編集大小切り税法や甲州金、甲州マスの甲州三宝を制定。日本で、 初めて金貨である高衆金を鋳造した。階には黒川金山や湯の奥、金山など豊富な埋蔵量を誇り、震源期に稼働していた金山が存在していた。南蛮都来の掘削技術や精錬手法を積極的に取り入れ、莫大な量の金を算出し、治水事業や軍事費に充当した。また、中央検問や有力自社への贈答。 織田信長や上杉謙信に敵対する勢力への支援など、外交面でも大いに威力を発揮した。ただし、ご資金は通常の流通にはあまり用いられず、金山の採掘に関しては、武田氏は直接支配を行っていた資料は見られず、金掘り集と呼ばれる技術者集団の所見益を保証することによって金を得ていたと考えられている。自社に対する方針、編集、 海義満寺の三文寺社政策では、寺領の安堵や寄進、不入権など諸権益の保障、中央からの住職調整、保合授与の圧戦など保護政策を行う一方で、正し式の保持や、戦勝祈願の手法や戦没釈用、神社には、神益奉仕などを義務付ける統制を行っている。信玄は、自身も仏教信仰を持っていたが、 両国拡大に伴い地域領民にも影響力を持つ自社の保護は両国昭和の一環として特定宗派にとらわれずにいっている。特に臨済宗のエリン寺に対する手厚い保護や武田八幡宮の社殿造営、甲府への品野義光寺の移転勘定などが知られる。伝気らより安造信玄のは同時代のものが複数存在し、和歌山県寺妙院小僧の憲本着色。 武田春信像、高野山聖景院所像の長谷川東白筆、憲本着色、武田信玄像が知られる。前者は、信玄の供養のため奉納されたと伝わる、肖像画で、青年期の春信が、侍絵星に、たれという武家の清掃姿で描かれており、たれには、武田家当主、海主五職であることを示す、花火指紋が描かれている。後者は、勝頼が、 武田氏の母大書である政経院に奉納したと伝わる肖像画で、壮年期のふっくらとした姿で頭部には、タブさがあり、郊外や目抜きに、足利将軍家、家門に飲料門のある脇差しが描かれている。三条家とも関わりのある絵師、長谷川東博によって描かれ、神元聖室の三条夫人のおじを描いた、日行商人像と同時期に描かれている。また、 高野三世敬院には、信玄の弟信門が描き、勝頼が奉納したとされる肖像があったとされ、原本は伝存していないが写しが現存している。同時代では、信玄は肖像画以外に、不動明王のイメージで自らを描かせているが、イメージは不確定であった。江戸時代には、紅葉軍艦が流行し、軍配を持ち赤包囲と諏訪保師の兜に象徴される、 法師武者姿としてのイメージが確立し、仮の丹心や柳沢義里により描かれた、信玄個人の肖像画や武田二十四小図、歌舞伎や浄瑠璃の演目、本二十四項、これを描いた役者絵や武者絵などにおいて定着した。明治期もこの流れを引き継いでいるが、顔形の描き方は統一されていなかった。しかし、松平定信編さんの修古十首で、すでに、 成形インポ本ンが武田信玄像として紹介されており、これが明治40年頃に東京帝国大学が発行した教育用掛け図の中に採用されて普及し始め、今なお信玄の一般的なイメージとして知られている。甲府駅前や延山駅前に建てられている銅像なども、そのイメージは成形インポ本ンがモデルとされた。ところが歴史学者の藤本正幸は、 などの疑問点から、成形インポンの像種は、能登畑参加の誰か、特に、畑山義継の可能性が高いという説を出している。そのため、最近の教科書では、成形インポンの画像は使われず、もっぱら寿命インポンの画像が採用されることが多い。なお藤本によれば、花火指紋が大量に描かれ、 具足の描き方などが時代的によく合っているという論拠から東京都世田谷区の上新寺小像,像の電気羅より安像こそが本来政権院にあった商用権の描いた新元像の忠実な模本であるという。また、江戸期に描かれた他の模本類でも前述の高野山政権院にあったという商用剣筆の新元像はこの電気羅より安像に類似する。さらに、 信玄の法名、徳栄県と畠山義綱の改名、公然院科学徳栄大孤児に注目し、もともと成形院本に付け属していた箱書きや三文に書かれていたであろう。徳栄の文字が後世の人々に信玄像と誤認させたのでは、という指摘もある。しかし美術史屋からは、肖像は描かれた状況からどう描いたかを考えるべきで、図像から像詞を判断するのは、 順序が逆だとして、こうした見方に反対する意見も根強い。しかし、こうした反論は説得性を欠き、もはや決着はついたとする研究者もいる。甲府市長の筆形は、武田筆を由来とする。武田筆は、甲州武田家の家紋である。筆形を四つ合わせた形状であり、知名度が高い。もともとは、割筆門と呼ばれたが、江戸期に大量に描かれた。 信玄像で信玄を表す家紋として使われたため、武田美氏の呼び名が定着した。ただし、前述のように、信玄のような武田家の僧侶は、実際には、割引紋ではなく、花火指紋を用いており、注意を要する。旧海の国の山梨県では、甲府駅から一般家屋に至るま,また、山梨県軽機動隊の車両などの装備品や、JR 東日本の特急、 あずさ、怪人に使われる E257 系のデザインにも用いられている。また、広島県立儀温北高等学校は、校舎が武田市の防流秋武田市の居城佐藤銀山城のあった武田さんの麓に立地していることにちなみ、校章には武田美氏があしらわれている。同じ広島県の呉武田学園武田中学校、高等学校は、 秋武田市の末裔が設立した学校であることから、この学校の交渉は、武田氏をモデルとした交渉を採用している。長野県の白馬連邦山麓にある白馬、五竜スキー場などの名称、五竜は、五竜もしくは、おフィが変化したものであり、雪解けの季節に武田氏に似た模様が山肌に、現れるため武田家の五竜と定められ、それが、五竜と変化した、とする講談がある。 詳しくは、五竜岳の項目参照。なお、皇居で行われる新年一般参賀や天皇誕生日の一般参賀において使用される、宮殿、長和殿のベランダ周辺に武田美氏と同じ文様が存在するが、これは古くから宮中のちょうど小族に用いられているもので、甲州武岳とは無関係である。詳細は、風林火山を 山椒風林火山の旗が有名であるため、武田信玄の代名詞とされることがしばしば見られる。出助風、徐々林、侵略助家不動助山諏訪明神の加護を信じて、ナム、諏訪南宮保守上下大明神が同時に使われている。甲府駅南口前の武田信玄公の像、徳川幕府が成立してから著しく評価を落とされた豊臣秀吉とは対照的に、 信玄は、家康公を苦しめ、人間として成長させた武士として高く評価された。信玄の手法を家康が参考にしたことから、信玄の神格化イコール、家康の神格化となるので、幕府も信玄人気を容認していたとされる。江戸時代には、信玄の知性や軍略を中心とした公用軍艦が成立。公衆流軍学が流布されたほか、公用軍艦をもとに、 武田家や川中島合戦を描いた文学が、ジャンルとして出現した。また、江戸時代中期以降は一円が、幕僚支配となった、海国においては、大こぎり税法や公衆金、公衆マスの公衆三方に象徴される、独自の制度を創始した人物と位置づけられ、崇められるようになった。明治には、信玄のイメージが広く定着するが、江戸期を通じて天領であった山梨県においては、 信玄は、郷土史の象徴的人物と認識されるようになった。第二次世界大戦前は、内務省が、武田神社の別格官兵舎への昇格条件に、信玄の勤労辞跡の巨匠を条件としていたことも、あり、郷土史やにより、信玄を勤労家と位置づける研究も見られた。戦後は、英雄士官や広告士官を廃した、実証的研究が、 中世史や武田市研究でも行われるようになった。また、1987年に発足した武田市研究会では、磯貝正義、上野聖老、笹本正春、柴辻春六、平山優、秋山隆の研究者によって、実証的研究や武田市関係資料の刊行を行っている。戦後には、産業構造の変化から観光が山梨県の主要産業になると、 観光事業振興の動きの中で、信玄は山梨県や甲府市などの自治体、民間の企業、団体によって歴史的観光資源となる強度の象徴的人物として位置づけられた。信玄の命日にあたる4月12日の土日には時代行列、公衆軍団出陣を目玉とした都市祭礼である信玄公祭りが開催されており、また山梨の日常食であった宝刀が 信玄の人中食として、観光食としてアピールされるなど、観光物産に関わる、様々な震源由来説が形成された。信玄餅や信玄鍋のように名を冠した商品もある。ほか、信玄の隠し湯と自称する、温泉地も長野県内などを含めて点在する。関連施設も複数ある。エリンジ山内の信玄港宝物館、甲府市武田市館跡歴史館、愛称。 信玄ミュージアムなどである。唐津くんちのモチーフになった、武田信玄の株と、武田氏は、清は源氏の中の川内源氏系の白木三郎、吉光を外する会、源氏の統領。武田氏は、改宗後も務め、信玄は、第十九代当主に当たる。父母兄弟最小子女信玄の正室、側室は、上杉智之の娘、三条、金よりの娘、三条の方のほか、 諏訪より主下の娘など、多数の性質、側室がいたとする説もあるが、系府、記録資料から確認できるのは、上杉の方、三条の方、諏訪御良人、熱御良人、油川夫人の五人である。ただ、熱御良人のこと言われる、武田信義の出生時期が、極めて遅いこと、信玄の七女が、母親不詳なこと、 上記三人以外の側室とされる墓が残されていることから他に側室がいた可能性も考えられている。小説映画、テレビドラマ漫画コンピュータゲームアーケードゲームボード、ゲーム模型歌謡曲。ありがとうございます。